皆さんどうもこんにちは、大之助です。可愛い子犬を描きました。この絵、実は動くんですよ。ワンちゃん一体何を見ているんでしょうか。この絵はアドビフレスコで描いて、そして動かしています。今回はこのリアルな絵の描き方、そして描いた絵の動かし方を紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。それではスタート。では絵の描き方を紹介します。途中まで絵ができています。下書きから始めて線画、下塗りと進めました。ここまでの作業時間は約1時間半。これが参考写真。まずはこの写真のようにグレートーンのみで仕上げていきます。今回はグリジャ油画法で描きました。グリジャ油画法とは簡単に言うと、最初にグレーで描き上げて後から色をさっと塗るというものです。カラーの絵を描くときは色の明度と彩度の両方を考えなくてはなりません。明度とは明るさの度合いのことです。同じ色でも明度が高いと明るくなって、明度が低いと暗くなります。この明度の差は立体感に関係します。彩度とは色の鮮やかさのことです。同じ色でも彩度が高いと鮮やかな色になって、彩度が低いと無彩色、グレーに近づきます。カラーの絵を描くときはこの明度と彩度を同時に考える必要があります。それは意外と難しいことです。特に絵を写実的にリアルに描く場合はとてもハードルが高いと言えます。グリジャ油画法とはこの作業を分けて行うものです。まずは無彩色のグレーで絵の明度だけを描きます。今まさに進めている作業ですね。そうすることで立体感を先に作ります。その後色をのせるときは色選びとその彩度に集中します。つまり立体感を描く作業と色を塗る作業を分けるという方法です。実際にこの方法はかなり効率的で、驚くほど時間短縮ができます。特に色塗りですね。一瞬で絵がガラリと変わるし、本当に短時間で色塗りは終わります。私の場合は毛がふさふさした動物を描くときによく使います。グリジャ油画法の具体的な描き方はこの猫ちゃんの動画で紹介しています。動画の終わりと概要欄にリンクを貼っておきますね。では色を塗ります。まずは顔から。顔のレイヤーの上に新しいレイヤーを追加。それをクリッピング。こうすることでこの顔の部分からはみ出さずに色を塗ることができます。そしてここがグリジャ油画法のポイント。そのレイヤーの描画モードをオーバーレイにします。では塗ってみますね。一瞬で変わりますね。この色を塗るときがグリジャ油画法の一番の見せ場です。この調子でどんどん色を塗っていきます。この画法で難しいのが色選びですね。見たままの色を選んでもその通りにならないんです。それはレイヤーの描画モードをオーバーレイにしているからです。オーバーレイとは明るい色をさらに明るく色鮮やかに、暗い色をさらに暗く色鮮やかにするモードです。そのためにどの色を塗ったらどんな反応が起きるのか予測が難しいんです。色を塗るというよりも化学反応をさせているという感覚です。でも慣れてくればわかるようになるし、何よりも早いんです。この着彩の速さは何にも変えがたいですね。最後に別レイヤーにハイライトやヒゲなどを描き足して絵ができました。白黒の絵ができてから30分ほどで色を塗り終わりました。合計の作画時間は約5時間半。私としてはかなり早く描けたと思います。では絵の動かし方を説明します。簡単なテストを作りました。絵を動かす方法は2つあります。線を引いてその線に沿わせて動かす方法と、パラパラ漫画のように絵を連続させて動かす方法です。これらを組み合わせて動きを作ります。
ではワンちゃんの表情を動かしていきたいと思います。今回動かす部分はまず目、それからまぶた、鼻、耳も少し動かします。まず目を線に沿わせて動かします。こんな感じですね。次にまぶたです。まぶたは3枚の絵を用意しました。まぶたが開いているところ、閉じかけているところ、閉じているところです。それらをタイミングを考えてフレームに追加していきます。こんな風に横軸にレイヤーを作るように絵を追加していきます。こんな感じですね。鼻も3種類の絵を用意しました。こんな風に元々の絵をコピーして変形させます。こうすることで手軽に別バージョンを作りました。それも横軸に増やしていきます。耳も同様に動きを作ります。ということで動く絵ができました。目の前に飛んでいる虫を見ているという絵にしました。絵を動かすことについて、実際は調整にかなり時間がかかりました。うまく動いてくれなかったり、一度作ってもバグでタイミングが狂ったり、でも簡易的に動かして絵に命を吹き込むことができました。パチパチという効果音は動画編集でつけましたが、可愛いですよね。いつも多くのコメント本当にありがとうございます。もしこの動画が面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。